あなたは家族なのよ。鳥のように。リリー、君は花の隣がよく似合うよ。いつまでもおそばにいます。人生には無駄が必要なのよ。お願いやめて。大きい。あの時は何もかも見えていなかった。でもみんなが私を守ってくれていたということだけははっきりとわかる。一人ぼっちだった私と一緒にいてくれたみんなを心から大切に思ってる。あの人と同じように。とっても大切。ありがとう。2022年11月17日から23日シアター千住であなたの帰りをずっと待ってる。